ケンチャンネルへようこそ。今回は虫歯や歯周病を放置していると体で起きるトラブルについてお話していきます。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。また歯に関する面白い動画もたくさんアップしていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。虫歯や歯周病という言葉はよく皆さん聞くと思うのですが、それをそのままずっと放置しているとどうなるかについてお話していきます。これはですね、特に歯周病の方がとても重要です。虫歯に関して言うと、虫歯というのは歯がね、黒く穴が開いてきて、どんどんね、歯の神経まで近づいて痛みが出てきてしまうのが虫歯治療です。この虫歯に関して言うと、虫歯自体で体全体に何かが起こるってことは基本ないです、あまり。ですが、虫歯が原因でそこから歯周病になったりして、歯周病になってからが非常に大変です。歯周病というのは歯ではなくて歯の周りの病気なんですね。なので歯茎の病気だと皆さん思ってると思うんですが、歯茎だけじゃなくて歯を支える骨の病気なので、要するに体全体に結構由来してきます。なのでそこについてお話していきます。歯周病というのはまずですね、汚れが歯の周りに溜まって、それを放置しておくと歯石になったりしていきます。硬くなるんですね。そうなると次は歯ブラシで取れなくなって、どんどん溜まって蓄積していきます。そうなると歯周ポケットとお話聞いたことあるかもしれないですが、歯と歯茎の際にどんどん汚れが溜まっていき、そのポケットがどんどん深くなっていきます。そうなると歯を支える骨が溶けて、どんどん歯がグラグラしてきます。周りがどんどん緩んでいくイメージですね。これが歯周病なのですが、歯周病の最大の原因は細菌感染なんですね。菌が原因なんです。なのでこの菌がですね、血液をめぐって全身に回ることがあります。そうするとですね、体で病気が起きやすくなったり、または起きてた病気がさらにもっと重症化しやすくなったりしていきます。まずね、一つ目は脳梗塞。これはね、聞いたことあると思うんですけど、脳の血管が詰まってしまって起きてしまうのがこれ脳梗塞です。歯周病で起きるのびっくりされる方も多いと思うんですが、歯周病になっている人が脳梗塞になるリスクは普通の人の 2.8 倍ぐらいあると言われています。もう3倍近くなりやすいんですね。それなんでかというと、先ほど言った細菌や歯垢、歯の汚れなどが血液に乗っかってですね、巡っていっちゃうんですね。そうすると血管で詰まって脳梗塞を引き起こしやすいんですね。ですので歯周病になるとまず脳梗塞になりやすい。非常に怖いです。死に、ね、直結することもあるので、まず歯周病非常に危険だってことを皆さんしっかりと心に留めておいてください。先ほど言ったこう血管が詰まってしまう病気の一つとしても、心筋梗塞も引き起こしやすいです。脳梗塞と一緒なんですが、先ほど言った汚れや血液の中に入っている細菌が巡り巡って心臓で詰まってしまう、血管で。そうなると心筋梗塞も起きてしまうので、脳梗塞も心筋梗塞も非常に危険ですので、歯周病の人が絶対なるってわけではないのですが、リスクが非常に上がるので、その可能性が一つあるとお考えください。そして歯周病になると一番よく聞くのがこう糖尿病です。日本人すごく今糖尿病が増えてきています。食生活の変化でやはり甘いものであったり人工甘味料すごく増えています。それに由来して糖尿病になってしまう方が増えているのですが、歯周病と糖尿病すごく関連しています。昔はですね、糖尿病になると、歯周病を引き起こす、なりやすいって言われてたんですけど、その逆もあってですね、歯周病になると糖尿病にもなりやすい、で重症化しやすいという、 もう研究が出てきます。糖尿病と歯周病は本当に相互関係があるので、歯周病になっている人が糖尿病になるとさらに重症化しやすくなってしまうし、糖尿病の人が歯周病になると歯周病もさらに悪化しやすい、どちらもどんどん重症化しやすいので気をつけてください。歯周病だなっていうのをもう歯医者さんで言われた場合は、糖尿病自分大丈夫かっていうのもすぐに確認するようにしてください。またこの歯茎の炎症、病気に由来して妊娠されている方は非常に歯茎の炎症起きやすくなってきます。これはですね、ホルモンの関係上起こりやすくなっているだけで、たとえ妊娠していて歯茎がすごく腫れているから、もうこれすごい重症なんじゃないのってお考える方多いんですけど、実際そんなことなくて、もう妊娠している時に歯茎の炎症起きやすいので、これはもうしょうがないです。なので歯磨きしっかり頑張っていただいて、また出産を終えてその後しっかりまたケアすれば元通りに歯茎になりますので、すごく深刻に捉える必要はないんですが、そのまま別に歯茎腫れててもしょうがないからって言って歯磨きもあんまりしてないと、そのまま歯周病につながっていって歯が揺れてきちゃうので、そうならないように妊娠している時期も定期的に安定期にですね、歯の検診は受けてください。
これすごく大事で、クリーニングしっかりしてくれるので少しね出血したりする可能性はありますが、お口の状態をきれいに清潔に保っていくことで、その後出産後の歯の状態もしっかりとケアできますので、しっかりと検診は行くようにしてください。またこれ本当にすごく高齢者の方で多いのですが、誤嚥性肺炎です。聞いたことあるかもしれないんですが、食べ物を食べた時に気管の方に入っちゃって、そのまま肺炎を起こして中にこうなくなってしまう方もいます。体の免疫力が低下している高齢者の場合だと、その細菌を受けてしまって一撃が大きくて自分の抵抗力が弱いとそのままなくなってしまうこともあるので、これは歯周病になっていると非常に危険です。お口の中に菌の塊が常にいるので、特に歯周病菌非常に悪い菌です。それをそのまま気管の方に飲み込んでしまうと、免疫系がしっかり発達してないので体がしっかりダメージを受けてしまいます。なので歯周病になっている方で、お老人の方で誤嚥性肺炎しちゃうと非常に危険ですので、定期的な検査を受けていただいて、しっかりと歯茎を引き締まった状態にするのがとても大事です。やっぱりこう入れ歯になってしまって、もう歯もないから別に大丈夫だろうって思わないでください。入れ歯でも汚れ非常につくので、そこで汚れが溜まったままだと誤嚥性肺炎が起きた時にすごくね大ダメージを受けてしまうので気をつけてください。まとめますと、歯周病になってしまうと体全体に悪影響を及ぼすことが非常に多いので、大事なのは3ヶ月から半年に1回クリニックでメンテナンスを受けることです。しっかりと検診を受けて歯周病にならないように予防していく、歯周病になってしまってもそこからそれ以上進行させないようにしっかりとケアしていくことが一番大事です。ということで、今回は虫歯や歯周病を放置していると起きる体のトラブルについてお話していきました。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラムと LINE アットもやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。また A クリニックデンタルの施術が気になる方は概要欄からホームページチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。